はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日はですね、アメリカを代表する作家ですね、トム・ソーヤの冒険などを書きましたマーク・トゥエインの、手形が残ってますので、ちょっと見てみたいと思います。ちょっとですね、画像はちょっと写真があまり状態良くないんですが、まずこの知能線ですね、知能線が横にいて入っているように見えます。だいたい作家っていうのは下にこう空想とかね、大事な下に行くんです。この方が横に行ってるんですよね。でしかもこの上の方に跳ねている特徴があります。これそうですね、普通の作家と違う特徴だと思います。どちらかというと時代がね、呼んでいるものとか、そういった周りが要請するものを敏感にキャッチして書ける作家なんでしょうね。ですからどの商売をやっても成功しやすい、そういったことは言えると思います。あとこの太陽線がですね、いっぱい本数入ってるんですよね。非常に交友関係も広かったんじゃないかと思います。そういう意味ではこう取材をね、たくさんするには非常に向いている、そんな感じがしますね。運命線もこの作家業の方に多いですね。この知能線からこう伸びていくようなイメージのこの運命線ですね。やっぱりこう、なんていうかな、先生って呼ばれるお仕事の方も多いというふうなね、説もありますよね。というんで、この下から上に来るこの運命線、後半性非常に名声を博すという、そういった意味合いがこの太陽線と運命線にあるかと思います。一番大きな点としては、やっぱりこう横にこう知能線が行くっていうのが他の作家とは違う特徴かなと思います。はい、ではまたアップいたします。